こんにちは、加藤理香です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。5月中旬、玄関庭模様を撮影してみたいと思います。私の玄関庭模様しょぼいと思うんですけれども、まあ普通の主婦だよねがちょっと趣味に、園芸を楽しんでるという形で、ご理解くださいあんまりお役立ちもないんですが、まあなるべくというか頑張っていろいろ進化してって、庭も素敵になって、提供できるものも多くなればいいんですけどいっぺんにできないので、こんな私ではございますが、まあ主婦が楽しんでいる形を お見せできたらなと思ってます。本当にね、植物育てるの楽しいので、何かやりたいなって、ね、何をすればいいかわからないけど何かやりたいなっていう方は園芸をやってみられたらどうでしょうか。とってもいいと思います。では、外に行ってみます。超風強いんですけど、ほら。うちの庭の木こんなでかくなって、すごくね。ほら、ふっさふさなんぜ。この木の下の辺までこんなふっさふさなんぜ。1ヶ月ほど前までハゲチョビンだったんぜ。すごくね。あ、光って眩しい。そしてね、うちのこの木の下が大変なことになっております。どうなってるかというと、ほら、うちのお父さんここほじったん。あれ、ちょっとうちの近くのゴミ収集車ゴミ来とるよ。ここね、今ほじっとって、ここにねレンガ入れるんだって、丸く。だからこんなことになっています。ルピナス、これはね、これがジキタリス。あ、風でこっちも花咲きそうやね。クレゴマ、カラミンサ、不思議の国のファンタジーコーナーがマーガレットでしょ。まあ、シュッコンテルスター、濃いね、花の色ね。ゲウムに花が咲いております。ちょっとあちら向いとるよ。ちょっとあちら奥に行ってみるよ。ジキタリス、ほら、こっちも花咲きそうになってきたぞ。これがアンチューサ、これがデルフィニウム。リクギス、どれがどれやらわかる。これね、リクギス、セントランサス、三尺バーベナがちょっと弱ってきたね。ここ土ほらほじっとるからさ。カリフォも倒れてきとるから、この2つはちょっと移動しようかな。ペンスデモン、おお、花ついてきたぞ。バーベナ、これいつの間にこんなに伸びた。でかくなっとるよ。ほら、筋はもう落ちてしまってさ、こんな感じだよ。ばあちゃんの縁側コーナー、タイム。まあばあちゃん今おらんからさ、私がやっとんがだけど。バジル、うわ、風強いよ。うわ前回の時さ、パクチーさ1個だけめでとるって言っとったけど嘘ついとった。それ雑草だったわ。シソいっぱい芽出てきたね。ひまわりがこんな大きくなったんで移動しようと思うよ、ひまわりね。モッコウバラここだけ咲いとる。早く大きくならんかな。すかしゆりこっちもね。山ゆりだって、ほら伸びたでしょ。なぜ私が撮影しようとしているのに、撮影しているのに帯の音が。裏庭です。これももう倒れてきとるよね。お、コスモス。こんな感じ。こっちのハスカ大根が乱れまくっているので後で切り込んでしまおうかなと思っとるんね。でところどころピンクなんね。なんでかな。ほら玉にピンクな。うわあうわあ。こっちがレタス。時々ちぎって食べとるよ。おおおおお。茎ブロッコリーできてきとるぞ。水菜あれ？あれれれ？これもう食べないとダメなんかな。春菊が可愛くね。お家でこんなに。咲いたんね。これさ、春菊食べるがよりも花にしたらどうけ。可愛くね。うわわわ、風がすごいぞ。これ結構さ、うまいし。ルッコラはもうダメだからね。後でカットするじゃん。あ、虫がいる。玄関周りです。これが最後のチューリップ、もう終わる。ちょっと寂しくなってきたな、玄関周り。ジニアかな。なでしこ。バラ咲いてきたぞ。ルピナスまだ頑張ってます。風が強い。こっちも花咲いとるんぜ。ほらチャールストーンなんて花の色違うがだけどどうしてかな、わからんね。はい、シンデレラのホワイトガーデンコーナー。手前のパンジーさ、結構花がねバランバランなんね。これって虫に食べられとるんけ。ナメクジけ。パンジーよりビオラの方が花ちっちゃいからさ、こんなんにならんよね。では紹介。ラムズイヤー、シャスターデイジー、サルビア。これでかくなっとるね。リクニス、ペンスデモン。花咲いたよこれ。オルレアかわいいよ、ほら。うわ、風が強いでございます。ちがデルフィン遊具後ろのさゴミも映るけど、アンミを調べてみたらこれってレースフラワーなんだね。シギタリス、白タイギクが育ってきとるでね。ほらこれ去年からいるんだけど何だったろう、忘れた、調べてみる。芍薬さあ、リンゴいっぱいたかるんよね。薬まいとるかだけどどうしてアリだらけになるんだろう。ちなみにね、ゴミここでねよく花の入れ替えしとるんね。だからここゴミ。そして新しくここに家庭菜園コーナーを作ったぞ。去年からほじったりしとったけどさ、ほらきゅうりとトマトとナスビ植えた。で、みょうががほらでかくなってきたよ。ほら見たか。こっち映したっけ？映してないよね。ビオラ結構乱れてきとるよね。ミニチューリップは終わったね。いちご花咲いてきた。もうちょっと泥入れて栄養与えんなんね。チューリップ、球根、待ち、ハボタンもここでお休み中。こっちに集めてみたよ。チューリップ終わってるやつ。ここにばあちゃんのマシンがあります。チューリップほら球根待ち終わってしまっているもの、後でねちょっとね片付けようかなと思っとるんで、片付けるっていうか入れ替え。越せたよ。カリブラコアのピンクを買ってきた。あとでこれ植えちゃう。というわけで、りかさんちの玄関庭模様を5月中旬でした。チューリップがさもう終わっちゃって、1列に並んでたチューリップコーナー、ちょっとあそこおかしいからさ配置替え入れ替えっていうかしようかなと思っています。午後から体力があったらその入れ替え撮影してみようかなって思っています。また園芸ネタで、投稿していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。可愛いでしょこの T シャツ富山のイカでございます。じゃあね、加藤理香でした。見てくださってありがとうございました。またね、バイバイ。